教えレイジ。はいどうもこんにちは。まあよく考えたら我々 もう20年前デビューやからね。ほんまやね、本当に、まあ考えてもね、早いもんや。もうあんたええ年になりましたね。お兄さん何年生まれか。私は14年生まれやからね。おお、明治の。あ、昭和じゃ、昭和じゃ。昭和14。でもあんた49歳。ほんなんた、そうですよ、49か。まんで48や。頑張れよ頑張れよって言われて頑張ってるぞ。あ、昭和14年な、ね、今年の当たり年やないの。そう、うさぎなんだ。うさぎやないか。うさぎですよ。お前またピョンコピョンコ跳ねて、お前、うん、よその穴行くなよそんなこと言うてるもんね、ほんまに。だけどね、考える我々のその子供自分ちゅうのはね、はい、やっぱ今と違ってこんなテレビのない時代やからね。ほんまテレビがすごいもんね、今発達してね、ラジオとかテレビ。だからまあ、あの歌を覚えるのも、はい、ね、はい、もうほんま遅婚期なんかで覚えましたよ。あ、遅婚期ね。はいよ。遅婚期あるということは歌謡曲はあったわけね。今よりよっぽどいい歌がたくさんあるわね。昭和14年。14年。どういう歌が流行ってた？男が心に男が惚れて、狩りが空へ飛んでいか。南が抜けた南。狩りが南の空へ飛んでいか。嫁さんをしてこうして。そんなこと言う。文句がちゃうないか。文句がちゃうのかい。とりあえず、はい、この15年ね、はいはい、15年というのはまた英語だった。昭和15年。僕が心の音なら。それは昔のこと。いらんこと言う。横で余計なこと言うな。お兄さんも考えてもっと歌歌いな。そんだって昭和15の新妻鏡でしょ。ほんなまた他にあるよりと心の手やなんて。心の手私身にもなってみんな。そんな何やねんそれ。まだお前に未練があんの。そんなこと言うな。そんなこと言うな。まだやりにくいやないか。しょうがない、お前が種まいた。種まいたってお前。ほなこの歌嫌いですか。先生この歌もあります。違う。めんないちどりの江戸高島だ。高島だ言うとお前とこ行った。なんでこないなのあれどれ歌うても当てはまるやないかい。翌年の16年は高峰三枝子の歌った南の花嫁さん。酒上手けないのそんなの。夕島取れば若いの切れろは生命保険に入る。やかましい。かげっか柳か勘太郎さんか。こりゃこりゃこりゃポンコチンコポンコポンコチンコポンコで26年連絡船の歌があった。連絡船ので27年8年と言うたらね、はい、君の名はとかね。29年岸壁の母。岸壁の母。母は来ました。今日も来たこの岸壁。もう誰か連れて帰れ。ほんまに今日のお客さんに抽選でやるわこいつ。ほんまにただし返品は聞かんぞ言うて。